皆さん、こんにちは。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。トランプ大統領の声明ですが、9月22日現地時間のもので、こういうものがありました。ICYMI。まだ見ていなかったら見てくださいね。レティシャ・ジェームズの最新の攻撃の後、トランプ一家は反撃する。タウンホールの記事、全文はこちらで見てください。とあります。 このタウンホールの記事をご紹介したいと思います。タイトルはトランプ一家レティシア・ジェームズの最新の攻撃を受けて反撃というものです。スペンサーが報じたように民主党のニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームズはドナルド・トランプ大統領、イバンカ・トランプ、ドナルド・トランプ・ジュニア、エリック・トランプ、そしてエンパイア・ステートのすべてのトランプ企業に対して 政治的動機に基づく攻撃をさらに開始した。そして、レティシャ・ジェームズ、ニューヨーク州司法長官のツイートを紹介しています。こちらのツイートもなかなかすごいものなので、書いてあるものを全部ご紹介したいと思います。9月22日。 今日私はドナルド・トランプに対して彼自身、彼の家族、そしてトランプ・オーガニゼーションを止ませるために何年にもわたる金融詐欺に関与したとして訴訟を起こしました。この国の人々のための二つの法律はありません。元大統領は通常のアメリカ人と同じ基準を守らなければなりません。アクションには結果があります。私たちは次のことを目指しています。一つ、 トランプに2億5000万ドルを支払わせる。一つ、トランプ家がニューヨークの事業を永久に運営することを禁止する。一つ、トランプとトランプオーガニゼーションがニューヨークで商業用不動産を購入することを5年間禁止する。一つ、私たちは米国司法省に刑事告発を行っています。ドナルド・ジュニア、エリック・イバンカ、 および他の被告の助けを借りて、トランプはローンを取得して返済し、保険給付を受け、より低い税金を支払うために様々に違法に純資産を数十億単位で膨らませたり減らしたりしました。要するに彼は自分のために膨大な経済的利益を得るために嘘をつきました。私たちはトランプ、彼の家族、およびトランプオーガニゼーションが 彼の年次財務書表で10年間に200回以上不正で誤解を招く資産評価を使用したことを発見しました。これらの明細書はその後数億ドルの融資と保険金を得るために使用されました。トランプの犯罪は犠牲者がいないわけではありません。十分な骨を持つ有力者が法律を破って本来の権利よりも多くのお金を手に入れると 労働者、中小企業、納税者が利用できるリソースが減少します。というツイートをレティーシャさんはしています。それに対してこれ、あの、普通の人の <laughs> ツッコミなんですけどもご紹介します。質問。彼のしたことすべてがとても悪いのならなぜあなたは彼を逮捕しなかったのですかあなたはニューヨークエイジーです。あなたは犯罪者への紹介を行ったと述べましたが、 ニューヨークには米国で最も厳しい金融規制がいくつかあります。なぜ彼は逮捕されていないのですかなんでというものです。記事に戻ります。ドナルド・トランプ・ジュニアはジェームズの最近の動きに対する彼の反応を控えてはいません。ドナルド・トランプ・ジュニアさんの発言です。レティシャ・ジェームズは法律を気にしません。彼女は民主党の活動家で政治のことしか考えていません。 これが彼女の再戦レースにおける最新の世論調査です。だから彼女は今必死にこの BS で左翼の基地に火をつけようとしています。これは全ての政治であり、それ以上のものではありません。もう一つ、デタラメな魔女狩りは続く。そしてレティーシャ・ジェームズのとても不愉快な発言をしている動画が添付されています。エリック・トランプはさらに続けます。 レティーシャ・ジェームズは司法長官事務所で働いていません。彼女は DNC で働いています。彼女の不在でれの49日前、最新の世論調査では、彼女はニューヨーク州の共和党員と呼ばれています。そして、また不愉快な動画が添付されています。ドナルド・トランプ大統領も調査を爆破している。人種差別主義の司法長官レティーシャ・ジェームズによるもう一つの魔女狩りは、 知事声援の出馬に失敗し、国民からの支持をほぼゼロにし、現在はローオーダーエイジーの候補者、非常に尊敬されているマイケル・ヘンリーに対して悪いことをしています。私は彼女の本当に悪い世ロン調査の数字を見るまで、この事件がもたらされるとは思ってもいませんでした。彼女はトランプを捕まえる、 というプラットフォームでキャンペーンをした詐欺師で、この街が彼女の監視下にある世界の犯罪と殺人の災害の一つであるという事実にもかかわらず、と彼はトゥルースソーシャルに書きました。という内容です。今回は以上です。ありがとうございました。それではまた。